2011年6月、山梨県富士緑の休暇村において新極真会の日本代表強化合宿が行われた。参加者は緑健二代表を筆頭に小林勲副代表、第10回世界大会日本代表選手団三好和夫総監督、奥村光一監督、そして世界王者塚本範親、塚越隆之をはじめとする日本代表選手団である。半年後に迫った世界大会での優勝を目指し、気迫あふれる稽古が繰り広げられた。世界の強豪との接戦では、シワリ一枚の差が明腕を分ける。勝利のため、全員が一丸となってあらゆる稽古に取り組む。とにかく直角に当てるってことですよね。それができなかったらいくらは、こうなったら、真っ直ぐ、真下に。自分のブロック、自分のブロックから、最低でもまず、外人は絶対に自分のブロックからは消していく。これをまず第一目標に頑張ってください。よし。終わりました。よし。そんなことあっても自分のブロックからね、外人をね、出さないというね、そういう意識を持ってやるんです。世界大会、それは個人の戦いであるとともに、空手母国の名誉をかけた日本と海外勢との激突でもあるのだ。選手一人一人の一挙手一投足に緑健二代表の鋭い視線が注がれる。高く外人の顔面届かないですよね。この上段があると中段も入る。もっと高いところを意識して蹴ってもらうと相手のこっちが肩口の外人だ。膝が低いとここから上がる位置って決まってるからね。膝をなるべく買い込んで軸足も前足も返す。パンチを打てる前で蹴れるっていうのが理想だよね。今パンチを打てる前で蹴るわけです。これが買い込みがちっちゃいとこちらギュッと買い込んで で足がこうなっちゃダメだよ。冗談距離にこういうふうになる。それでピシッと刈り込んで軸足が返ってくる。この意識押す。それでは体が倒れると押すわけがないよね。押す押すで軸足を返して押す。こういうふうに当たる。こういう当たると押す。外回しみたいな全然威力ない。押す。こうだ。押す。こういうふうに。押す。それでもっと柔軟をしっかりやってさ。押す。はい。それぞれの特徴を捉え、丁寧にアドバイスを送る。上段があると中段はね。押す。ね。
速い上段を蹴らないと入らない。速い上段があってこそ中段だ。押す。そうやって体に集中する。押す。ゆっくりゆっくり蹴ってると、これが体に集中する。押す。もうこういう約束でも早くスピードを意識して。押す。サイズ。ヘイ、いいじゃん。よし、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 よし。ハムくんはさ、当たれば倒れるわけだからさ、押す。スピードだな、もっともっとスピードを上げて。押す。95キロ96ぐらいです。6が当たれば絶対倒れる。押す。だからシャープにパチンとする。押す。よし。よし。いいじゃん。あれが体重あるのに当たったら倒れる。当てること。よし。理想とする華麗な組手、倒す空手を体現するために追求してきた上段回し蹴り。その指導には特に熱が入る。押す。押す。これがこうなっちゃダメだよ。よいしょ。よいしょ。よし。はい。よし。はい。よし。こうなっちゃダメ。押す。よし。押す。押す。はい。押す。押す。はい。これでスピードがついた。押す。いけない。押す。倒しそうです。よし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 。塚本範親、第6回に続き2度目の世界王座を目指す。いや、まあ疲れてますけど、まあものすごく勉強することがたくさんあって、刺激的ですごいいいと思います。まあ自分の、まあ、人生そのものですね、まあ、命を懸けるものです。いや、もうこの人のためだったら命を捨ててもいいと思って代表についてきたので、もうどこにでもついていこうと思ってます。塚越隆之、ディフェンディングチャンピオン。そうですね、まあ、正直この時期は練習をやっぱりたくさんやってるので、ちょっと疲れが出てたりとか、ちょっとした故障はあるんですけど、まあ、うまくいってると思います。代表が近くにいてくださるだけでも、なんていうんですかね、心強いし、士気をすごく高い。